はい、こんにちは。今日はですね、フォルクスワーゲンのポロのご紹介をしていきたいと思います。これ平成20年式のポロになるんですけれども、まずですね、この車の特筆すべき点というのは、ほとんどですね、フォルクスワーゲンの半分以上の車両が実はこうシルバーをチョイスされているお車が非常に多い中で、この車はですね、非常に珍しい、このタイプでは珍しい白のお車になります。あとですね、結構ポロっていうのは燃費も良かったりとか、あと実用性が高いということで、日常ユースに使われるケースが結構多いんですね。ですから距離が伸びている車が多いんですけれども、この車はおそらく、セカンドカーで使われていたであろう、走行距離で、まだ1万キロ、ちょっと1万1800キロ、1万2000キロぐらいの走行距離ですので、そういった使われ方をされたんじゃないかなというお車なので、この年式でこの色の車では間違いなくですね、最も程度がいいと言って過言ではないというお車になるかと思います。ちょっとですね、外装と内装の簡単なご説明をしていきたいと思いますが、まずですね、年式が平成20年式ということで、比較的新しいということもありますけれども、塗装のですね、マイナス点というのはほとんどございません。もちろんですね、中古車ですので、ちょっとしたですね、乗り降りに特についたような、小傷であったりとかいう部分というのはあるんですけれども、それでもですね、非常に大切に乗ってこられた車というのがですね、伝わってくるような内容になっております。外装のですね、本当基本的にないというふうに申し上げていいんですけれども、少しですね、厳しく、マイナス点を上げていきたいと思うんですけれども、この車ですね、まだ到着しまして、まだ全然その車の洗車すらしていない状態で、慌てて今動画を撮っているわけなんですけど、そんな中でですね、まず、こういうここですね、本当に細かい傷なんですけれども、こういう傷、磨いたらある程度取れてくるような傷があるくらいですかね。あとはですね、おそらく女性のオーナーさんが乗られたのかなというところで、このですね、キャッチの部分が、爪がですね、こうちょっとついた時にですね、こう爪が当たったような、特に色が白なので意外と目立ちやすいんですけれども、これもですね、磨きでかなりの、部分がきれいになっておきます。でもより完璧を求められる場合は、これは塗装をですね、することで、状況をですね、きれいにすること、状態をきれいにすることもできます。でリアはですね、こういうスモークのですね、フィルムが貼っております。あと前の方はですね、フィルムは貼ってないんですけれども、このフォルクスワーゲンのポロに関しては全て UV カットガラスがですね、標準でついてますので、女性には嬉しい、装備がついております。でリアの方に回っていきまして、この辺もですね、本当に傷というのが表立ってありません。で、助手席の方もですね、女性のオーナーさんであれば結構車をちょっとぶつけたっていうのがですね、角の方にあったりとかいうのはあるんですけども、こちらの車に関しましては本当に大きな傷っていうのが見当たらないという状態ですね。あとですね、消耗品その他なんですけれども、タイヤもですね、コンチネンタルのタイヤがついてまして、かなり新しいタイプのタイヤが、ついております。でこれもですね、かなりですね、もう溝もありますので、車検が27年7月ということで、もう丸々ほぼ2年の車検の残が残ってるんですけども、この辺りもですね、タイヤはしばらく変える必要もないという感じですね。あと内装の方にちょっと移っていきたいと思うんですけれども、内装はですね、こちらですかね、フォルクスワーゲンらしいかっちりとしたですね、内装シートとかですねになっております。で、乗った感じなんですけれども、今昔はですね、フォルクスワーゲンのポロっていうとかなりこうちっちゃいというイメージがあったんですけど、もうこのタイプのポロは昔のゴルフの4型っていう
あのゴルフ4とですねほぼ変わらないぐらいの、 あの室内空間というかいうようなイメージだと思います。あとこれちょっと今分かりにくいと思うんですけれども、これもですね、フォルクスワーゲン独特のブルーのバックライトの、メーターパネルになっております。今現在11,858キロですね、はい、1.2 万キロ未満というような感じですね。で内装のイメージといたしましては、非常にやはりこう、まあ、走行距離が少ないから当たり前というところもあるんですけど、あの走行距離も少ないので内装その他はですね、マイナス点というのがほぼございません。でオークションの評価も、まあ、ほぼオークションの評価もですね内装が A という判定基準になってますので、まあ、その辺もですねなかなかないような綺麗な状態を保っております。でリアもですねそんなにたくさん使った形跡がないかなという感じですね。でリアのスペースなんですけども、これもですね173センチの身長なんですけれども、乗った感じもですね、全然このぐらいの感じだったら、そうですね、福岡から鹿児島ぐらいまでなら、まあ、行ってもいいかなというような印象ですね、室内空間。あとは、荷台ですね、リアなんですけれども、リアに関してはですね、もうほとんど今まで使ってないなという感じですね。ここのリア自体は本当にこう何かたくさん乗せたりとかしてるとですね、どうしてもカーペットがですねこうやれてきたりとかしてるのがあるんですけど、まあ、そういった状況もありません。当然これフルフラットに後ろの方はですねフラットにすることもできますので、まあ、実用性も高いんじゃないかなという感じですね。で総合的に、言いますと白のですねフォルクスワーゲンを、お求めということであれば、特にそのゴルフ5とかになっていきますと、だいたいこの白っていうのが GTI というですね、まあ、スポーツモデルがだいたい主流になってまして、で金額的にも非常に高くなってきます。でそういうところでもですねこのルポをポロですねポロを選んでいただくことで、この白のですね、車というのはベストソリューションじゃないかなというふうに思っております。で同じ車をですねこのぐらいの距離でこのぐらいのお車っていうのを、まあ、簡単に提案できるかっていうと、半年間のですね、相場を、逆算してですねちょっといろいろと調べてみたんですけれども、この走行距離っていうのは一番中古車市場では一番少ない走行距離でした。で白自体が半年間で6台ぐらいしか出てませんでしたので、またもう一回次出るっていうとちょっとお時間いただくかなというような感じです。なので、ぜひですね、まあ、ご予算とそういったものが合うようであればこの車は、おすすめの1台ではないかなというふうに思っております。お問い合わせをお待ちしております。